どうも斉藤慎一でございます。さあ今日はですねベスト5ものなんですけれども、小説に書かれたこの場所に行ってみたいベスト5というかですね、まあこの場所には限らないんですけども、このなんか世界に、うわこの小説で書かれた世界に行ってみたいわとか、この小説で書かれている風景の場所に行ってみたいなとか、なんかないですか、そういうこと思ったこと、うわここ行ってみたいって思った場所ということでね、今日はベスト5でいきたいと思います。早速いきましょう。第5位はですね、安倍工房の砂の女の、あの砂の家ですね、はい、女の人が住んでいるあそこに行ってみたい、はい、行ってみたいけども、あの本当に行きたくはないですよ。出たいですから、それはね、出たいんですけれども、出る保証があってのその、あの家に行ってみたいなと。どうなってるんだろうかとかね、もしそのなんて言うんでしょう、そういう展示会があったらぜひ行ってみたいなね、部屋の内装はどうなってるんだろうとかね、そういうの気になって、あの砂の女を読んでる間中ずっと、うわこれどんなとこなんやろ、気になるわと思いながら、読んだ記憶があるのでね、あの家、女の人が住んでる家ね、映画ではね、あの岸田京子さんが、だいぶ昔の映画ですけど、やってらっしゃって、まあ白黒なんでね、あの映画も見ましたけども、ちょっとよくわからないので、あの世界に行ってみたいなというふうに思います。はい、第4位はですね、夏目漱石の心としたんですけれども、まあこれ正直な話を言うと心だったかどうかすらあんま覚えてないんですけども、何かねこう多分先生のね、話のとこだったと思うんですけども、僕も記憶曖昧なんですけど、要するに中学校か高校ぐらいの時に、その今自分が生きてる時代っていうのが一番素晴らしいと思いながら生きてるわけですよ。そうじゃないですかね。これだけ便利だし最高だなと、でその当時も思ってたんですよ。昭和だか平成だか忘れましたけど、ぐらいの時にやっぱり最高だぜと。テレビもあるしね、夏になればエアコンがガンガン効いているしね、冬になればこたつに入ればいい、最高じゃないかねと当時思ってました。もう当時もスマホとかないですよ、ないですけども十分だと思っていた自分が、その小説を読んだ時に、うわこの時代にも生きてみたかったなと初めて思ったのが夏目漱石の多分心だったと思うんですけども、読んだ時に思ったんです。つまりその時代、明治時代、大正時代のこの静かだろうこの、世界に行ってみたい、テレビもない時代に行ってみたいと初めて思いました。それぐらいねやっぱ優れた描写でしたし、なんかね入り込んだんでしょうね。うわこの頃に生きてみたかったなと思ったね、記憶があったので、第4位に入れてみました。はい、続きまして第3位はですね、村上龍、海の向こうで戦争が始まるのですね、カップルがいるビーチでございます。はい、海の向こうで戦争が始まるというね、小説は素晴らしい小説、僕は本当に好きな小説なんですけれども、まあとあるビーチでね、カップルがまあこうなんていうんですかね、海があって、その向こうに見える稜線にこう思いを馳せて、ね、その男の見ている視点から話がこうオムニバス形式でね展開されるんですけれども、そのビーチ行ってみたいなと。灼熱のビーチなんでしょうね、そして、向こうの稜線ではねサーカスがあり、人々が群衆がごった返しみたいなね、そして戦争が始まるというような、何か喧騒をこう一歩離れたところから見ているあのビーチ行ってみたいなというふうに、思いました。はい、第2位はですね、吉田修一さんのパークライフに出てくる日比谷公園。はい、東京在住の方はですねこれを見ていたらすぐ行けるよと、歩いて5分だという人もいるかもわからないですけども、僕は東京ね30回ぐらい行ったことあるのかな、あるんですけども、まあ遊びに行ったことは1回もないので、だいたい仕事で行ってるので、そのなんでしょうね、ここ行ってみたとか巡ってみたとか、スカイツリーも行ったことないですし、東京タワーはね近くをタクシーで通ったことありますけど、別にわざわざ行かないですし、そういうとこ行かないんですけども、日比谷公園ね、名前は聞きますけども、どういうとこだかわからないし、あのパークライフの中で出てきた日比谷公園行ってみたいなというふうに、思うので、いつかね
スタバのコーヒーを持っていけたらなというふうに思っております。はい、第1位はですね、宮本照さんの蛍川でございます。そうです、あの達夫がね、主人公の達夫が最後に行くラストシーンでね、あの蛍狩りに行くあの川ですよ。あの景色を見たいですよ、あそこに行ってね。素晴らしい情景描写がね、また宮本照さんうまいですから、もう読んでいてパーッと目の前に広がったでしょ。あそこに行ってみたいね。皆さんもあると思います、今まで小説を読んできて印象に残って、ああ行ってみたいな、行けるものなら行ってみたいなと思った場所ね、ぜひ思い浮かべて、コメント欄に書いていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。